あ、毎度というわけなんだと。まあそうなるわな。頼めるか。ちょっと悪い。その前に整理させてくれ。なんでお前ら言ってなかったっけ、釣り仲間は。そういうこと。お前らが釣りでつながってるとはびっくりだわ。たまたまな、釣り道具屋でばったり川でばったり、それからなんとなくな。こいつも話さないし俺も話さない、ただ黙って釣り糸垂らしてんのが、まあなんか楽っていうか。俺マジかよ。信じるか信じないかは大丈夫か。ラーメン全身骨折。